ハット P-15 は地球からペルセウス座の方向に約630光年離れた位置にある12等級の構成である。ハット P-15 は太陽とほぼ同じ質量や半径、高度を持つ G 型星で、スペクトル分類では G5 型に分類される。金属量がやや多く太陽の1.66倍ほどになっている。2010年トランジット法を用いて、 太陽系外惑星の探索を行っている観測ネットワークハットネットによる観測でハット P-15 の周囲を公転する惑星ハット P-15B が発見された木星の約2倍の質量を持ち11日弱の周期でハット P-15 の周囲を公転している2019年世界中のべての国または地域に一つの系外惑星系を命名する 機械を提供する、IAU100 ネームエクセワールズプロジェクトにおいて、ハット P-15 系はウクライナに割り当てられる惑星系となった。このプロジェクトは、国際天文学連合100周年事業の一環として計画されたイベントの一つで、ウクライナ国内での選考、国際天文学連合への提案を経て、太陽系外惑星とその主星に固有名が承認されるものであった。 2019年12月17日、IAU から最終結果が公表され、ハット P-15 は、ベダーヒニア、ハット P-15B は、トリザブと命名された。これらは、ウクライナの古代国家の象徴の名前に由来しており、ベダーヒニアは、スラブ神話の水と川岸の女神で、近年では、家庭の母、大地の保護者として、国の女神の地位にある女神に、 トリザブは、ウラジーミル大公の恋にや今日の国章に描かれている、ウクライナで最も有名な国のシンボルである、トルイーズブにちなんでいる。ありがとうございます。